はい、どうも、マナマンです。マイクラブやっていきたいと思います。スタートダッシュは切れたんですけど、ここ最近ちょっと負けが多くて苦しんでおります。でもって相手のメンツやばいっていうね。レートは600台やったと思うんだけど。メンツやばすぎでしょ。いや、相手のメンツが本当銀河系で怖い。あ、ミスった。一応作戦として新たに、敵タカをちょっと入れてみました。まあ、この辺はまだちょっとね、全然、まあ、何もなしが一番いいような気がするんですけど。で、今使ってる左ウィングのフィリピ・アンデルソンっていうのが一応レンタル選手です。テベスの代わりに使っております。でも結構いけそうだな。相手のメンツは銀河だけど大丈夫かとか言いつつ、負けたら嫌だかな。あんまり相手のことは言わん方にしとこうかな。 OK、 来たんちゃう。いやー、誰、キーパー誰や。よし、あれラモスさん、ビクトル・バルデスか。バルデスは、銀だったかな、確か。総合79。レベルが上がれば、もうちょっと能力上がると思うけど。やばいやばいやばい。いや、でも前線すごいいいよな。使いたいわ。バルセロナが立ち上がりから積極的にボールを奪いに行くシーンが目立っています。相手の守備の戻り早くない。守備的に来るかなと思ったんですけどね。持ち味を出してくれるおかげでゲームの展開としては面白いですよね。そうですね。カウンターだけ怖いな、この3人。前の3人マジ怖いんだが。お、よっしゃ、オッケー。追加点狙っていきたいな。これでちょっと相手が前に来てくれるとありがたいけど、まあ、一応自分もメッシは脅威に感じてくれるとありがたいね。ラッキー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 。いやうわ、いやらしいとこ。うわ、取りに行ったらあかんかった今の。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね。この後いくらでも展開変わりますからね。うわ、ミスった。ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね。今のはフラスルでサイドチェンジだったな。やばい、ロナウド来たよ。これに追っつける選手がいない。メッシピンポイントで合わせてきます。サイド崩されましたよね。突破されて中央を守りきれてないですよ、ね、いや早すぎ無理無理。メッシのキープでサイドバック落として、ね、あー無理か。いや今の落とせれば完璧だったな、メッシに。おお、まあ、センタリングに対してああいう合わへんケースが結構多いよね。もう自分だけなんかな。タイミングが全然合ってないっていう。まあ相手ディフェンスを引っ張ってくると同時に自分が攻撃の中心になるということですね。相手を背負ってキープしつつ前を向ける力が必要なので、それキーパー取っちゃうのね。今までのケースだと弾く印象だけど。なるほど、まあ弾かない。そうなんですね。お、相手の人偽9番使ってるってことやな、多分。ってことは今実況で教えてくれた。危ね、今頭じゃなかった。危な、
後頭部ブロックした。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してほんまそれ危ない。ここで見せてくれました。攻撃の厚み怖いんだがマジで迫力半端ないよな。やばすぎ。惜しかったですね。キーパーの脚ついてますからね。枠に行ってればゴールでしたよね。タレントが揃ってる分怖いわ。ネイマール。よっしゃ来たんちゃう。よしよしよし。ここでメッシ飛ばせ。飛ばせ。よし。ラッキー。オッケー。決めたー。これはラッキーだったな。相手のトラップギア狙いだね。メッシ、北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。そうですね、これはワールドクラスのゴールですよね。これくらいの選手になるとフリーで受けるタイミングっていうのが反射的に体に染み付いているんでしょうね。いや見事なゴールでしたね。よし、あ、オフサイドだ。さあバルセロナ、着実に得点を重ねていきます。2対0。バルセロナとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。 2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。 いいとこで奪えてる。ラモスがめっちゃ手こっちで焦いて言ってるけど。チャンスだ。裏へのスルーパス。このトラップギアとか。おっと勝負ですね。うわ無理か。大きく縦へ上がっていく。右サイドメッシ来るよ。ネイマール。うわ中開けた。スルーパス。さすがピケ。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。まあ一般的に言われるのは 2-0 は怖いことでもありますからね、はい。まあ、ゲームをこう、まあ、2-0 は危険なスコアだけど、なるほど、3点目を奪えたら安心できるかな。この試合だといけそうな気がするんだけど。ゴール入りましたよ。チャンスだ。ちょっともたもたしてる。ルーズボール。来た。これはボール。ああファルないのかよ。今のあの顔面のブロックっていうか守備でファールもらえる時もあるんだけど。組み立てながら攻め上がっていく。どうだ。これは合わせなかったですよね。体験版の時はあれでファールもあったからね。ベンダカバイエ。オフサイドかな。スーパスを出す。ないか。よし。いやー追加点バルセロナ。今のはパス回しがうまくいった。追加点バルセロナ。これはこいつは止められんわ。危ねえ。ナイス。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染み付いてるんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。マニュアルキーパーのゴールに弾くかどうかの動作も見てみたいけど改善されているか。さあバルセロナ3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。あ、直接これは直接出てしまいました。サイド、ああ無理か。これはなかなかこじ開けられない。ラモス、メッシこのパスチャンスだ。やっぱりなんかドリブルが本当全然無理だな。取らせないことが最優先みたいですよね、はい。先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識で。ナイス足だし。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりますからね、はい。ただ気をつけなければいけないのがループで。ラインが下がってしまう。でもヘディング強い。オッケー。バルセロナ
こまで点差を広げるんでしょうか。無理ビクトール・バルデスがこう弾いたボールを正確に押し込みました。セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったゴールになりましたね。通るかな、実に落ち着いてましたね。いっけメッシ今日3点目。さあバルセロナ圧倒的な強さを見せています。バルセロナとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。やばい、あー、オッケー、味方を走らせる、オッケーじゃねえわ。メッシから武蔵ソコ、ちょっと待って、クリア、オッケーオッケー。あ、ミスった。今回からあれですよね、ゴールキックとかゲージを途中からもう一回上げれないっていう。まだいますよ、ゴールキックはできるんだ、ゴールキーパー。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ゴールキーパーが一回持った時はできましたね。今メッシからのパスは通りませんでした。フリーキックとコーナーキック、その辺かな。スルーパス、2度ゲージダメ、失敗する、失敗っていうかできない。バルセロナなんでそういう風にしちゃったんだろう、今までできてたのに。これ打つモーションまでの前が北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、しっかりゴール前に持ち込んでからのシュート、非常に冷静でしたよね。シンプルなだけに非常に有効な攻撃だったんじゃないでしょうかね。体験版の時ってゲージどうやったん、あんまそこまで気にしてなかったんだけど、いざマイクラブやっててゲージをもう一回やりたい時にできないのでちょっと不便に感じてるんだけど。メッシー、メッシー、何かちょっと開きすぎなんだよな、もうちょっと中に選手がいてほしいんだけど。お、いい形ですよ。ネイマール、さあ中央へ、強いロナウド決めた。これはやっぱ勝てへんかっていうね、さすがに。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。そうですね、一矢報います。長友を縦に送ります。スルーパスを出す、繋いでる、ネイマール早いな、ネイマールやっぱり。ここは競り勝ちます。なんだろう、メッシと全然加速が違う。ロナウド、シュートはジャストミートしています。この辺で失敗、あ、やば、ちょっとつまずくなって、自分で行く、仕掛けるタイミングを測る、コンカーナイキ、これはよく止めました。 MD ホワイトとしては意地見せてほしいとこですよね。短く出す、お、ショートコーナー、よし、ここで終了をつける長い笛。いや、この段階でこのメンツ揃うのはすごいな。はい、では今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。